潮風に揺れる真っ赤な彼岸花。土佐清水市三崎の海岸で彼岸花が見ごろを迎えました。この彼岸花は県観光開発公社が海と花の景観を楽しめる名所にしようと植えたもので、毎年草刈りなどの手入れを行っています。今年は例年に比べると咲き具合はまばらになっているそうですが、新しいつぼみも徐々に開花してきているということです。今日は訪れた人たちが海辺を散策しながら赤と青のコントラストを楽しんでいました。めっちゃ綺麗でしたすごい、こっち来てよかったですねあんまり地元とかでは見られない組み合わせで、すごいブルーと赤が生えてて、すごい綺麗だなと思いました。県観光開発公社によりますと、この彼岸花は明日明後日の週末が一番の見頃になりそうだということです。